衝撃発見よ。ついにマリサの祖先を見つけたわ。衝撃発見って言葉聞いたことないぜ。え、私の祖先が発見されたのか？どんな人なんだ？これよ。霊夢。霊夢には私はこんな風に見えていたのか。まあご飯食べる時のマリサってこんな感じよ。今度から絶対に気をつけるんだぜ。しかも私の祖先をこれって。まあ半分冗談で、これはマリサだけではなくてこれを見ている視聴者さんの祖先でもある可能性が高いの。視聴者さんに叩かれるぞ。ということで今日は全人類の祖先であるこのご先祖様について解説していくわね。これ化け物じゃなかったのか。マリサは5億4千年前は何してた？多分バイトを。してるわけないんだぜ。実はさっきの生物は5億4千年前に生きていたの。これはあくまで仮説だけど、138億年前にビッグバンで宇宙が誕生。46億年前に地球誕生。そして46億年前から 5.4 億年前頃は先カンブリア時代と呼ばれているわ。先カンブリア時代の中でもステージによってある程度時代が分かれていて、今回はちょっと省略するけど、44億年前頃に岩石鉱物ができ始めて、40億年前に原始海洋が誕生。その頃に原始生命が誕生したと考えられているわ。38億年前には新生細菌、古細菌が出現。その後、光合成をする生物やシアノバクテリアの大量発生、真核生物誕生、多細胞生物誕生と続いて地球が凍結した氷河時代を経て、5.7 から 2.5 億年前の古生代に突入するわ。話が壮大すぎるんだぜ。古生代には生物の多様化が爆発的に起こったので、カンブリア爆発とも呼ばれているわ。さっきのご先祖様はこの古生代より少し前に生きていたと考えられているの。ちなみに古生代の海の中はこんな感じよ。なんかエイリアンの惑星みたいでカオスなんだぜ。あの昔の化石でおなじみの三葉虫先輩もこの辺りの時代に生きていたと考えられているわ。なんでさっきのは先祖で三葉虫は先輩なんだ？まあ後で詳しく説明するけど、三葉虫先輩は私たちの先祖には当たらないと考えられているの。三葉虫は節足動物で、エビとかカニ、昆虫に近くて、この頃にはすでに人類の祖先とは分かれていたと考えられているわ。なんで全部調理後なんだ？だから、三葉虫と人類に共通の祖先はいるけど、三葉虫は私たちの祖先ではないの。先輩と呼ぶのにちゃんとした理由があるんだな。まあでもそういう意味では先輩というより血のつながった兄弟姉妹ね。人類どころか生物みんな兄弟なんだぜ。そして話をこのご先祖様に戻すと、このご先祖様の名前はサッコリタスと名付けられているわ。長いから今後は略してサコタスと呼ぶわね。略しちゃダメなんだぜ。体が楕円形で大きな口を持つからサック袋という言葉からこの名前になったわ。目がなくて、巨大な口には突起物が同心円状に並んでいて、生き物や粒子などを吸い込んで食べていたと推測されているの。確かにものすごく大きな口なんだぜ。なんかサメとかみたいにどんな生き物でも食べられそうだな。さすが私たちの先祖、強そうだぜ。ちなみに体長は約1ミリくらいよ。完全に見かけ倒しだったぁ。そんなに小さいのか？サメどころか何にも食べられないんだぜ。てかこれは化石か？完全にエイリアンじゃないか。なんでこれが私たちの先祖なんだ？それじゃあここからはこの生物が発見された経緯とその意味について解説していくわね。まずはこの生物なんだけど、さっきからマリサがちょっとバカにしているけど、かなりの大発見だった可能性があるの。あの世界で最も権威ある科学の学術論文の一つである、ネイチャーに2017年にこの生物が発見されたことが発表されているわ。おお、本当にちゃんとした研究的に意味のある生物なんだな。この論文によると、この化石は中国中部の陝西省の堆積岩から発見されたわ。そしてこの研究は、英国ケンブリッジ大学と中国西安の西北大学の研究者を含む、国際的な学者チームによって、中国とドイツの研究機関の支援を受けて実施されたの。おお、なんかすごそうなんだぜ。そして、この生物は進化の過程で枝分かれした脊椎動物、反作動物、玉肢動物といった、いわゆる高行動物の祖先に当たる可能性があると考えているそうなの。ちょっと知らない言葉だらけなんだぜ。高行動物ってなんだ？高行動物は初期肺に形成された原稿が口にならず、肛門になる動物よ。さらにわからなくなったぜ。あまり詳細に話すと長くなるから端的に解説するけど。皆さんも生物とかでやったと思うけど、精子と卵子が受精すると受精卵ができて、受精卵が卵殻と呼ばれる細胞分裂により細胞数を増やして、動物の肺の発達の初期段階の一つである胞肺になるわ。胞肺において原腸肺形成中に形成される貫入部の入り口部分を原稿というの。つまりこの部分ね。おお、なるほどだぜ。この凹んでいる部分だな。そして、例えば私たち人間はこの原稿が肛門になって、反対側に新たな開口ができて口ができるの。後から口ができるから高行動物ね。その対比で前行動物というのもいて、これはその逆で、前行が口になって後で肛門ができるの。だから前行動物ね。前行動物には変形動物、輪形動物、複毛動物、関係動物、軟体動物、節足動物など数多くいるわ。おお、たくさんいるんだぜ。まあこれは本当に一部の例だけど、
軟体動物ならイカとか、節足動物なら昆虫とかエビとかがいるわ。まとめるとこんな感じよ。今回のサッコリタスもそうなんだけど、前行動物も後行動物も、大きな括りとしては左右対称動物に分類されるの。私たちが普段目にするような動物はほとんど左右対称動物と思うけど、これは発生の過程で左右対称に分裂していくことが、遺伝子レベルで決まっているからで私たちは大きな括りでは同じよ。たださっきも言った通りその発生の過程で原稿が口になるか、肛門になるかの違いね。分類学ではこれは非常に重要なことでいつこれが分かれたのか、を調べることで生物の進化の過程がわかるということよ。なるほどだぜ。だから人間は後行動物で、後行生物の祖先、つまり初期の後行生物の可能性のあるこの動物を調べれば、人間につながる進化の過程の解明の一つになる、ということだな。その通りよ。うん、ということは人間ってウニとか人手に近いってことだよな。まあ昆虫とかイカとかと比べると、この生物学分類上はそうなるわね。そうか、今度から人手に優しくするんだぜ。さっきも説明したけどサッコリタスは大きさが約1ミリで、海底の左右の間に住んでいたと考えられているわ。この化石のすごいところは、こんな小さいものがかなり精緻で綺麗な化石として残っていたことよ。進化古生物学教授でケンブリッジ大学のサイモン・モリス博士曰く、この化石は顕微鏡で見ると小さな黒い米粒のようで、あまり何も見えないんだけど、電子顕微鏡で見るとこんな感じで驚くほどに詳細が観察できる状態で残っていたの。そしてサッコリタスが特別な理由としては、原始的な後行動物に関する現在の過程と一致する特徴と特性を持っていたからよ。この他の初期の後行動物グループの化石のほとんどは、約 5.1 から 5.2 億年前のもので、その時点ではすでに脊椎動物、棘皮動物、反作動物に多様化し始めていたの。だから多様化する前の時代の最古のこの化石は非常に重要な発見となったわ。西北大学のジャンハン博士曰く、化石を見つけるのに、約3トンの石灰石を処理する必要があったそうよ。こんな小さいものを見つけるために3トン。逆に言うと3トンの中から1ミリのの米粒みたいなものを探さないといけない。そりゃなかなか見つからないし貴重なんだぜ。まずこの生物の特徴として、左右対称、薄くて柔軟な皮膚、何らかの筋肉組織があって、身をくねらせて移動していた可能性があると考えられているわ。そして後行生物と考えられている最大の特徴が、体にある小さな円錐形の構造なの。これらは飲み込んだ水を逃がすことを可能にした可能性があり、おそらく現在の魚にあるエラの進化的前駆体と考えられたの。なるほどなんだぜ。つまり私たちの先祖であり、魚の先祖でもあるということだな。またこの発見は、先史時代の生命の化石証拠と、分子時計として知られる生態分子データによってもたらされる記録との間の長年にわたる不一致を説明する理論を裏付ける証拠も提供したの。技術的には、遺伝情報の違いから種の分岐時期を大まかに推定することが可能なの。原則として、二つのグループの別々に進化した時間が長ければ長いほど、それらの間の生態分子の違いは大きくなるはずで、このプロセスが多かれ少なかれ時計のようなものであると考えられたの。ただ、サッコリタスより前の時代の化石で分子時計向けに入手可能な化石はほとんど見つかっていないの。その原因がこのサッコリタスの発見によって、その時点の多くの生物が単純に小さすぎて化石が発見されないのでは、と考えられたわ。なるほどなんだぜ。だから古生代よりももっと古い生物の進化の過程を解き明かすことは理論上可能だけど、その証拠となる化石が全然見つからない。その原因の一つがもしかしたらその時代の生物が小さすぎて、化石が物理的に見つけられない、ということだな。まあ確かにこの広い世界で、1ミリより小さいものを見つけるのはほぼ不可能な気がするぜ。そうね、進化の謎を解き明かすような最古の動物は本当に微細だったのかもしれないわね。分子時計に関してはまた別の動画で解説するわね。ということで今回は以上よ。今回のは結構ためになったぜ。あまり動物の分類とか古代の歴史は知らなかったんだぜ。サコタスに関してまた続報があったら報告するわね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。そういえば最後サコタスって呼んでたんだぜ。